チオ硫酸イオンの構造式チオ硫酸イオンの急房モデルチオ硫酸塩は、イオンのオキソアニオン、チオ硫酸イオン S2O32 体を含む塩である。接頭時、チオは、硫酸イオンの酸素原子が、イオン原子で置換されたものであることを示している。チオ硫酸塩は、自然に存在し、ある特定の生、科学的プロセスによって生成される。銀鉱石の精錬。 比較製品の製造、繊維への染料の定着などに使われる。また、チオリュー酸ナトリウムは、写真撮影において、ハイポと呼ばれ、現像後の白黒ネガの定着剤として用いられた。今は3から4倍早く反応する、迅速定着剤として、チオリュー酸アンモニウムが使われている。いくつかのバクテリアは、チオリュー酸塩を代謝することができる。チオリュー酸塩は、 アリュー酸塩と単体の硫黄との反応によって生成される。チオリュー酸塩は酸性溶液中では硫黄とアリュー酸が脱水した二酸化用に分解するため不安定である。この反応では硫黄の水懸濁液が生成し、これは物理学での光のレイリー散乱の実演に用いられることもある。この懸濁液に白色光を上から当てると青い光が見られ、 横から当てると、オレンジ色の光が見られる。これは、空の正午と夕方での色の違いと同じメカニズムに、起因している。チオリュウ酸塩はハロゲンごとに反応が異なる。これは、ハロゲンの酸化力が周期を下がるにつれて減少する、ことに起因している。チオリュウ酸塩は金属を素早く腐食する。鋼やステンレス鋼は、チオリ酸塩によって誘発される穴色に極めて、 敏感である。ステンレスコーの穴色に対する耐性を向上させるためにモリブデンの添加が必要となる。チオリュ酸塩はしばしば硫化物の不完全な酸化や硫酸塩の部分的な還元などによっても生成する。チオリュ酸塩の天然での発生は実質的に非常に稀な鉱物シドピーターサイト PB4522 に限定されている。現在は鉱物 バーゼンノーバイトでこのアニオンの存在が議論されている。不可命名法での IUPAC 組織名は、トリオキシドスルフィード硫酸、トライフサイドサルファイドサルフェイトで対応する酸の名称は、ジヒドルキシドオキシドスルフィドイオー、ダイハイドロクスイダオクセドサルファイドサルファーである。ありがとうございます。